金属球の落下時間から重力加速度を求めます。短い落下距離でも正確に重力加速度を求められます。台座には垂直に 1m の支柱があり、センチメートル単位のメモリが付いています。金属球のリリース台が取り付けられています。時間測定は別売のミリセカンドタイマーをリード線で接続することで。 金属球の落下時間を測定できます。 ミリセカンドタイマーは、時間をミリセカンド単位で測定します。スタートとストップは、金属球の落下と台座定番への衝撃を電気的に検出し、時間を測定しています。支柱のスケールは、リリース台上面に合わせます。 動画中で測定ししたた。データを表にままとめました落下時間の事情と落下距離でグラフにすると6個のデータの直線性がよく傾きが4.91であることが分かりました国土地理院ホームページの重力値推定計算サービスで測定場所の重力加速度を計算しました。